バルサ1年目で公式戦30ゴール達成、元ブラジル代表ロナウド以来の快挙。レバンドフスキは14日に行われたラリーガ第34節のエスパニョール戦に先発出場すると、0-0で迎えた11分に先制点をマーク。さらに、2-0で迎えた40分にも追加点を挙げ、4-2での勝利に貢献した。この試合で2ゴールを挙げたレバンドフスキは公式戦42試合出場目にして得点数が31に到達。イギリスメディアスカオーカによると、バルセロナ加入1年目のシーズンで公式戦30ゴール以上を記録したのは、1996-97 シーズンの元ブラジル代表FW ロナウド氏49試合47ゴール以来、26年ぶりのことになったという。今朝のレバンドフスキは久しぶりに凄みがあったな。冬にペースを落としたのはダブル背後ゆえのコンディションの問題、そして何よりペドリデンベレラチャンスメーカーが相次いで離脱したことが大きかったはず。組み立てから何から全部やろうとしてくれて気の毒に思ったくらい。選手さえ揃ってれば来季もまだまだ期待できる。今シーズンは波があったけれど、それでもこの数字はすさまじいですね。このままキティキを取ってほしいし、来季も適応が進むことによりさらなる期待が膨らみます。レバンドフスキやベンゼマといい、全く年齢の衰えを感じさせませんね。この二人のハイレベルの争いは本当にすごい。こういう記録を叩き出すと、昔のレジェンドたちの記録も蘇る。ロナウドはやはりフェノメーノですね。次元が違いすぎ。久しぶりに当時の映像とか見てみましたが、完全に小手抜きまくって決めまくってますね。凄すぎる。リーガだとレアルのイメージが強い怪物ロナウドだけど、バルサ1年目49試合47得点やばいなう。しかも圧倒的なこの力での47得点。怪我したインテル時代は別として代表を含めてどこでも決めまくったからな。にしても、レバンドフスキーは実績あれど年齢的にバルサで勝負するのは端から見て大きな賭けに出たなって思ったけど、ここまでの結果を残すって、こっちはこっちで化け物だな。プレミアでハーランドが凄すぎてあんまり話題にされてないけど、レビのこの記録もめっちゃすごいし、なんせこの年齢でリーガ初挑戦の1年目で決めるって凄すぎるな。レビの適応能力の速さたるやう。バイエルンに長きにわたって活躍していたのと年齢的にラリーガになれるのに時間かかるかと思いきや1年目でここまで結果出すとは。ハーランドで感覚が麻痺してるけど、ドイツでずっとやってて、リーガ挑戦1年目にこの記録はすごいな。来季も頑張ってほしい。移籍する前は年齢的にも他のリーグ行って大丈夫かとか言われてたけど、さすが世界屈指の点取りや。適応力、すごい。よろしければ、チャンネル登録、お願いしまーす。